三枚のお札。昔むかしやまおくのてらにおしょうさんとこぞうさんがいました。こぞうさんはいたずらがだいすきでよくうそをついてしごとをさぼりますからおしょうさんはこまっていました。あるひおしょうさんはこぞうさんにいいました。やまで 栗を拾ってきてくりごはんをつくりましょうしかしこぞうさんはいいました「いやです」「くりご飯はんはたべたいですがやまにはひとをたべるやまんばがいるとききます」「いきたくないです」「ひがくれるまえはだいじょうぶですよ」でもねんのためにおふだをもっていってください」 おしょうさんは霊力をこめたおふだを3まい小僧さんにあげましたこれは願いがかなうおふだですこまったときつかってくださいそれで小僧さんはそのおふだをもってやまへいきましたくりひろいはおもったよりたのしかったですから小僧さんは あちこち歩いて栗を拾いました。それでどんどん山奥へ入って道がわからなくなりました。困ったなあ。お寺へ帰る道がわからない。嫌だ。暗くなったら山んばが出るかもしれない。小僧さんは泣きたくなりました。あちこち歩いていると 家がありました。よかった。ここに一晩泊めてもらいましょう。小僧さんが扉をたたくとおばあさんが扉を開けました。道に迷いましたか。じゃあここで一晩休んでください。明日お寺まで送ってあげましょう。ありがとうございます。 おばあさんがしんせつだったから小僧さんはほっとしてそのいえにはいりましたおばあさんはすぐにばんごはんをだしてくれました小僧さんはよろこんでたくさんたべましたおなかがいっぱいになったらとてもねむくなりましたそれで小僧さんはすぐねましたよなか 小僧さんはへんなおとでめがさめましたおとがするほうへいくとおばあさんがおおきいほうちょうをといでいましたそのちかくにたくさんのにんげんのほねがありましたひさしぶりのこどもだやわらかくておいしそうだ。 おばあさんはヤマンバでした。へへっ。小僧さんが悲鳴をあげると、ヤマンバはおばあさんに戻ってこちらを見ました。どうしましたか？ふふ,ふ、お手洗い。そうですか。じゃあ体にこの縄を結んでから行ってください。 なわ小僧さんはこわかったですからいわれたとおりになわをからだにむすびましたやまんばはなわのはしをもってついてきました小僧さんはおてあらいにはいるとおふだをひとつはしらにつけてそれになわをむすびました「おふださんわたしのかわりにやまんばに」 返事をしてください。お札にそう言ってから自分は窓から逃げました。しばらくして山んばが言いました。遅い。まだか。柱のお札が返事をしました。まだです。まだか。まだです。 <laughs> まだか。まだまだですやまんばはいらいらしてなわをつよくひきましたするとはしらがおれておふだといっしょにおてあらいからとびだしましたくくおぞうにげたなやまんばは、 小僧さんを追いかけました。ヤマンバは早いですから、すぐ追いつきました。小僧さんはすぐ後ろにいるヤマンバを見て悲鳴をあげました。<laughs> お札さん、お願いします。大きい川になってください。そう言って二枚目のお札を後ろに投げました。 するとやまんばのまえにおおきいかわがあらわれましたはっはっはこんなかわぜんぶのむことができるやまんばはかわのみずをぜんぶのみましたこぞうさんはにげましたが またすぐにやまんばがおいつきました。小僧さんはすぐうしろにいるやまんばをみてぞっとしました。おふださんおねがいします。やまんばをひでつつんでください。そういって3まいめのおふだをなげました。するとこんどはおおきいひがあらわれてやまんばをつつみました。 <laughs> ちょうどさっきのんだみずがあるやまんばはくちからみずをはいてひをけしましたあもうおふだがないこぞうさんははしりましたてらがみえました 和尚様和尚様助けてください。寺では和尚さんが餅を焼いていました。おや、小僧さん遅かったですね。どうしましたか？山ほが来ます。助けてください。はあ、小僧さんはよく嘘をついて仕事をサボります。 これも嘘かもしれない。嘘じゃありません。もう二度と嘘をつきません。助けてください。言いましたね。約束ですよ。そう言うと、おしょうさんは小僧さんを寺に入れて、壺の中に隠しました。その時、山んばが戸を開けました。 小僧はどこだおしょうさんは落ち着いていました。小僧知りませんね。どんな小僧ですかうそつきおしょう。お前を先に食べるぞ。それはかまいませんが、せっかくめずらしいお客さんだ。あなたは術を使いますかわたしは使いますよ。 どうですかどちらの術がすごいか術くらべをしませんかあなたが勝ったら小僧さんをあなたにあげてもいい。お前も術を使うおもしろい。わたしが勝つ。やまんばは自分の術の方がぜったいすごいと思いました。おしょうさんが言いました。 わたしはおおきくなったりちいさくなったりすることができますあなたはできますかかんたんだやまんばはすぐにばいくらいにおおきくなってそれからあかちゃんくらいちいさくなりましたどうだすごいですね でも私は豆くらい小さくなることができますよ。豆くらい <laughs> 私もできる。山んばはすぐに豆くらい小さくなりました。どうだ私の方がすごい。王将、次はお前の番だ。じゃあ見せましょう。 わたしのいちばんすごいじゅつはおしょうさんはやわらかくなったもちをとってまめくらいちいさいやまんばをもちでつつみましたやまんばをたべるじゅつですそういっておしょうさんはやまんばをもちといっしょにたべてしまいました。 なんですかやまんばはやまんばなんのことですかさあこぞうさんこっちへきていっしょにもちをたべましょう。それからやまんばをみたひとはひとりも。 いません。